はい、渡辺よしです。今回、キルコンファームドをプレイしたいと思います。マップはロンドンドックスになります。これはね、最初からです。ちょっと9人しかいないんでね、まあ、増えてるのかわからないけど、一応全員、パーティーなしのね、全員野良なんでね、で、3人少ないから、パーティーさんが後で入ってくる可能性だってあるんでね、ね、少ないでしょ、これ。9人しかいないでしょ、これ。今回、これ。できたいと思います。今回、柏木由紀のこのクラスで頑張ってみたいと思います。今、師団山岳、師団プレステイツ突入したばっかりでね、レベル1なんだけど、はい、頑張るぞ。こっから。よし、今回レクジション、基礎トレーニング、レクジション組み合わせてるんでね。で、スコアストリック構成が救援物資、火炎放射器、連続砲撃なんで、レクイションはお、やった、爆発キル決まった。レクイションはスコアストリック、死んでもね、スコアストリックがリセットされないんだけど、死んでもスコアストリークはリセットされないんだけど、一度しか出せないのと、あとコストが高くなってるんでね。ここいそうだよな、これ。これよくいるのよ、これ。ことか、いるいる。おめえかね、リベンジっていうことは俺がやったっちゅうことよ、これ。この中にいるよ、これ。お、6キル。今、キルコンチャレンジやってるんで、右に見えます？これ。65キル。やらないといけないんで、今17キル目。あお。ワールドって面白いね、やっぱり。最高だ。今までの歴代のコットシリーズの中でも最高っすわ、これ。敵も7キロ、俺も7キロ。76。うまいな。よし、タグ、味方のタグ、タグ取ったよ。もう YouTube に300何本かな、20本ぐらいアップしてるんだよね、俺。かなりのペースで、ハイペースで YouTube にアップしてるんだけど。お、警物資、俺のだよ、これ。取るな、自分で稼げよう、こいつは。よしよし、アシスト、警物資ちょっと混乱しようか。何かいいやつ出てくるよ、これ。高スコアストリーク、ちょっと期待したいな。違うとこ出せばよかったかな、ここ。ちょっと危険だな、これ。対偵察機いいんじゃない。あ、今偵察機出たから壊せるんだよ、これ。あと出てない時はね、敵の偵察機とかが出てない場合はね、壊せるのよ。火炎放射、オーライ。一番最後は連続攻撃にしてるんだけど、空挺部隊にしたんだけど、空挺部隊ね、2700ぐらいやったかな。結構時間かかるんでね、出すのに。どこがいいの、これ。ここいるね、これね。よし、燃やしてやった。10キルね。まあ普通っすか。火炎放射器ちょっとオンラインして、ワンサカいるわ、ここに。ここで角待ちして、近づいてきた敵をやりたいね、これ。ここにいるのよ、これ。ここにいるのよ。よしよしよし。
燃やしてやった。あともうちょいレンズ攻撃出せるな、これ火炎放射器。おお、やるのやるの。ああ面白いね今回ね。火炎放射器、ええー、ここにいるな。あ、ここにいたの。よし、連続攻撃いきますよ、これ。ここ。ちょっとキルがいまいち稼げてないな。よっしゃ、苦しそうでしょ、めっちゃ。うげーって出るぞ、これね、苦しそうでしょ。おー、連続キル決まった。まだ残ってるよ、これ。美容室のピュリファイヤー何だったんだ、あれ。あれ、あれ出してる時にやられたら終わったよ、あれ。うん、絶対これだよ、ワールド2システム最高よ、これ。これいるな。これそうでしょ、めっちゃ。あ、死んでないのか、こいつ。火炎放射器使い切った。これでも出せない。さっき連続砲撃まで出したから。弾幕がめっちゃすげえよ、これ。20キロいくかな、これ。あと今16キロ。俺が今一番キルしてるんだよ、これね。負けてるな。ワールド2ね、今もう300本アップしてるから、あの38本はね、うち38本はベータ第1期第2期だったのよ。でそれでもすごいでしょ、これ。あれ取れないところに多分行ってるな、これ。おお、キルやっちゃったよ、爆発キル。あれ橋の上だよ、多分。俺も前やったことあんのよ、あれ。粘着爆弾ちょっとごめんね。あ、向こうか。19キル、あと1キルちょっと行きたいですけど、眉がちょっとどうにか。あの年内に500本アップ予定してるんでね。あ、400本か。500本はちょっときついね。あ、20キロ一応行ってる。あれ多分橋の上に落ちてるよ、多分。俺もやったことあるんだよ、さっきも言ったと思うんだけど。いるいるよ。ダメだな。20キルもうちょっと行きたいな。21、2キルぐらいはちょっと行きたいですね。ワールドオッズ本当面白いのよ。よしよし、22キル OKOK。 申し分で負け。ちょっと勝ちたかったな。あ、でも結構やったね、22キルか。はい、今回の成績は22キル23です。マイナス1、確認キル14、阻止キル3、スコア2485でした。負けたね。おお、封鎖プレードロップ獲得、俺だけだ、嬉しい。面白かった。でもあともうちょいで39に上がるね。もうちょいだな。三角を結構進んでる。はい、プレイヤーの皆さんありがとうございました。これは進んでないんだけどね。爆発物も結構進んでますよ、これ。これは進んでないね。ヘッドショット1回、キルコンファームで65キロ、33キル、あと32キルやればいいんでね。44分もあるんでね、こう余裕ですよ、これ。封鎖プレード獲得できるんでね、これ。で今回の試合でね、これスペシャル LMGC でマルチプレイヤーマッチを50回完了で、今回の試合で40回完了してるんで、あと10回完了すれば、あのライトマシンガンで新武器のね、この凡庸機関銃獲得できるんでね、これ今日獲得できると思うんでね。で
これフーサープレイズ49個も溜まってますよこれで。あとねこれ冬のワイロっていうのも1個もあって、でサプライドロップこれノーマルドロップ1個、ゾンビサプライドロップ1個、レアドロップ100個到達しました。これ3桁まで表示されるんだね、よかった。めっちゃ溜まってるでしょこれ。こんなに溜めてる人多分いないんじゃないの、あんまりほとんど。これ BAR ね、迷彩も結構進んでますよ。これ41回でしょ、レベルがもうちょいで11で拡張マガジンだねこれね。引き続き使っていくんでね。はい、今回ね師団三学基礎トレーニングレクリエーション BAR ピーズラッチナンバー74粘着手榴弾でロンドンドッグのキルコンファームドをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。